切り替えてミンゴルのことは忘れてラブライブ始めましょう。ストーリーで続き、お酒を飲みながらやってます。すいません。乾杯。ほのかちゃん、急に呼び出しだなんて、何か大変なことでもあったの？待ってたよ、花代ちゃん。呼んだのは他でもない、花代ちゃんにもこの会議に参加してもらうためのミューズの今後の命運を決める、この超重要会議にね。悲劇感激。それで、その会議内容とは？それは、私たちのキャラ付けだよ。キャラ付け？うん、昨日テレビのヒーロー番組で気づいたんだ。チームにキャラクター性が必要だって。ああいうの飲みながらやってるんで、私もそういうのは必要だと思う。アイドルでも強気や毒舌、妹キャラとかいろいろあるから、私たちにも個々の特徴をつければ、ブランタン、いえ、ミューズ全体が一つ上のスクールアイドルになれると思うの。ありがとう、花代ちゃんならきっと賛成してくれる。それに今回はもう一人アドバイザーを呼んでいるの。まったく、大事な話があると聞いて来てみればこんな会議だなんて。え、海ちゃんがアドバイザーなの？こういう話だったらニコちゃんの方が詳しいんじゃない？いや、いきなりニコちゃんだと厳しいこと言われそうだし、まずはウミちゃんに冷静な視点でアドバイスをもらおうかと。ああ、まあほんの一部は理解できますから協力しますが、変な会議にしないでくださいね。うん、ありがとう。リリーホワイトで話すときは私が協力してあげるからね。その会議がないことを切に願います。でも具体的に何か案はあるの？花代ちゃんの言った性格付けとかはすぐには難しいと思うけど、だったらほのかちゃんの言った色分けなんてどうかな？そうだよね、私がオレンジで小鳥ちゃんがホワイト、花代ちゃんは思い切ってブラック。私がブラック？それじゃあ戦隊ヒーローそのものじゃないですか。おお、そしたら悪者のお姉さんキャラが必要になるね。エリちゃんがすごく似合いそう。でもエリちゃんビビだし。
ーローの話から戻ってください。じゃあ専用の道具を持つっていうのはどうかな。その人の個性に合わせた道具を持つって意味だね。いいと思う。道具ですか。ではほのかの特徴を表す道具というのは具体的にどんなものですか。私の特徴といえば和菓子。食べ物じゃないですか。花よちゃんはメガネ、緑ちゃんはアルパカ。どう？これならすぐ用意できるよ。アルパカすぐ用意できるか。私なんて
持ちよか、お風呂出てからのね、これはもう2本目なんですよ。どうした、急に終わって。飛ばしたでしょ、ね、だからもう綺麗になるやつかっていうの故障したんかな、思いますよ。このニッテイリっていう字を見たらニッテイリちゃんが思い出しちゃうな。長いな、飛ばしたでしょ、ね、
これでとりあえず一区切りっていうことなのかな。これで少し一区切りついたいうことやね。じゃあこれで一旦休憩入ります。それではね、またね。